こんにちは。大家さん専門税理士の田辺浩二です。大家兼不動産屋の広田です。はい。今日はですね。はい。ちょっと告知。はい、告知ですね。はい。はい。賃貸住宅フェア、はい、皆さんご存知ですか？これですね。これ。はい。賃貸住宅フェア。これ年に1回やってる、ね、はい、大家さんのお祭りみたいな。そうですね。ですかね。はい。もう最大規模で。最大規模ですね。日本最大規模の。っていうのが毎年やっていて、今年もやりますよと。いつでしたっけ？ 8 月のですね、6日の火曜日、それから7日の水曜日、2日間ですね。2日間にわたって、東京ビッグサイトでですね、開催されますよと。はい。これ、西1と2のホールですね。そうですね。はい。で、我々ですね、実は毎年、ブースを出しておりまして、で、さらにセミナーもやるんですよね。はい。なので、ぜひちょっと、大家さんと触れ合える。そうですね。生で触れ合える、本当にいい機会かなと思っていますので、ぜひですね、足を運んでもらいたい。そうですね。なんていうんですかね。関東近県だけじゃなくて、結構ね、遠くから来られる方がいらっしゃるし、セミナーでね、登壇される方もね、地方の大家さんもいらっしゃいますんでね、ぜひ皆さん来てですね、直接会ってお話もできますしね。はい。そうなんですよね。で、私もですね、実際に賃貸経営を引き継いだ時に、何をしたらいいかがわからない時に、この賃貸住宅フェアっていうのに出会って、で、そこで、あ、こういう世界があるんだねっていうのを学んだいいきっかけだったんですよね。はい。なので、ぜひですね、来ていただきたいんですけども。で、我々ですね、まずセミナーやりますよというところで、ちょっとお知らせしておきますと、まず1日目、8月6日、これ私が喋ります。11時50分から12時40分まで。テーマがですね、大家さん専門税理士が語る賃貸系のキャッシュフロー改善策というテーマですね。私、話をします。キャッシュフローですね。はい、私のですね、得意分野のキャッシュフローの改善策というところをお話ししますよと。で、その立て続けなんですけども、同じですね、8月6日の、1時半から、13時30分から14時20分まで、インボイスどうしてる？管理会社3社の実例と税理士解説ということでですね、私が管理会社さんのですね、3人を、私がファシリテートする配役を、素晴らしい。回りましてですね。またちょっとあれですよね、セミナー講師と違う立場で。そうなんですよ。お話を回す。難しいじゃないですか。管理会社の社長3人を回さなきゃいけないんですよ。いや、数々のですね、YouTube 動画で培ったのは、この対談とかはあれですけどね。そうですね。1対1はね、結構やってますけどね。はい。かなと思うんですよ。はい。で、今回はですね、なんと、広田さんも、私もですね、4年ぶりか5年ぶりぐらいにお声をかけていただきましてですね、ちょうどそのすぐ後ですね、2時半からですね、はい。今回はですね、建築費高騰時代に知っておきたいリフォーム工事コストの削減術ということでですね、工事費、リフォーム工事の削減についてちょっとお話をしようかなというふうに思ってますんで、ぜひこれもね、皆さん聞きに来ていただければですね、結構みんななんか DIY やればいいんじゃないかとかっていう話を期待してるかと思ってる。その話もしますけど、それ以外にもですね、ちょっとしたことで結構コストダウンって測れるかと思いますんで、ぜひ中身をですね、6日の日に来ていただければ、ゆっくりお話ししたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。そうですね、こういったコストダウンの話って結構業者さんから目線で話すことって結構あるかなと思うんですけど、大家さん目線から話すってなかなか貴重かなと思います。そうですね、はい。ぜひですね、気に来ていただければと思います。よろしくお願いします。それからですね、我々2日間、そうですね。ブースを出します。はい。で、名前がですね、パンフレットの名前が、ちょっと大家さんの道しるべという名前で出てしまってるんですけど、我々、ニーズビー税理士法人として、出展しております。で、場所がですね、B4-32 というところになります。ちょっとブロックごとで分かれていて、B4 のところですね、B4-32 というところを目指してですね、ちょっと我々に会いに来ていただければというふうに思っております。で、じゃあこのブースで、一体何をするのかっていうと、昨年もですね、ちょっとやったんですけども、AI ですね、我々ちょっと一番力入れてる AI のちょっと税務相談っていうところ、それから、今回ですね、相続診断まで含めて、我々が作ってる AI とですね、ちょっと皆さんと触れ合える感じ。はいはい。はい。ぜひ触っていただいて。こうかなというふうに思っておりますので、なかなかですね、このね、動画では伝わりにくいんですよ、この AI の話。そうですね。はい。そうなんですよ。はい。すごく歯がゆいんですけども、ぜひ、現地で見てもらいたい。触っていただく。触ってもらいたいっていうところになります。もちろん、我々とね、お話も。もちろん、もちろん。したいなと思っておりますので。で、結構、いろんな大家さんもいるかもしれないんで、有名なカリスマ大家さんと言われる方も寄ってくれるかもしれないんです。会えるかもしれないんで、それも楽しみにしていただければ。はい。はい。ぜひ、何かね、ブースに来れば何かあるなっていうふうに思ってもらえるといいかなと思っておりますので。お待ちしてます。まあ、暑いんですけどもね。はい。そうですね。会場の中はちゃんとエアコン効いてますし。はい。ですね。なので、8月6日、7日、東京ビッグサイト。10時から17時までやっておりますので、ぜひですね、足を運んでいただければと思っております。はい、ということで。よろしくお願いします。ありがとうございました。